こんにちは、ティコーと申します。今日は個人的な話をしやすくから始めたいと思います。それを進めてください。あなたはネットワークイベントに聞いています。ミッションについての利益にワクワクして申し込みましたが、誰も知り合いがいない中で上手に不安が襲ってきます。誰に話しかけばいいのか、どの話題を選ぶべきか、結局積極的に人に話しかけらず有益なつながりを作らずに会場を後にします。こういった場面には見場がありませんか。多くの人が新しい交流の価値を認めつつも話題を作ることに苦労しています。一方でもし共通の趣味や職歴が分かれば会議から切り出しやすいと答えています。このニーズから私たちはアイスブレイクというビューマーバーで初対面の人をつなぐためのネットワークツールを作りました。アイスブレイクは生成 AI を活用するモバイルアプリです。ソーシャルメディアからプロファイルを作成し、その上で近くの人々と照合します。最終的にユーザーはその場で話しかけ人と話題について提案します。これはイベントやパーティーにも活用可能ですが、将来的には日常生活、例えばカフェや国の待ち時間などでもネットワークの場とすることを目指しています。市長さんに向けてはまず大企業をターゲットとして B2B2C モデルを構築します。その上でそこで得られたエンドユーザーのテイクに B2C 市場を取り込みます。現時点ではアプリとアルゴリズムの開発に取り込んでいます。また2社からパイロットプログラムの参加意欲も確認しています。今後2ヶ月のパイロットでアプリとアルゴリズムの改善に取り組んでいます。必要なリソースはまずアプリと、必要なリソースはまず大企業のパートナーを捉えることが最優先です。加えてプロダクトの商材化に向けて資金とエンジニアも必要です。このワクワクするような取り組みを通じて私が書いていることを皆さんに共有させてください。私は日本が大好きです。何年前に日本に来てからたくさんの素敵な出会いがありました。日本人の真面目さ、勤勉さ、品質へのこだわりは他の国にはないものだと思います。一方でこれらの能力をエンベーションにつなぐためにはさまざまな能力を持つ人材をつなぐことが不可欠だと思います。そして冒頭に話した私のように新しい人とつながることに尻込みをしてしまっている人も日本に多くいると思います。もしこの素晴らしい人材のつながりをより簡単により楽しく、日本のイノベーションの家族を生み出すことです。はい、